最近黒い剣士っぷりが板についてきたんじゃない？うるせえ、そういうもんじゃねえよ。結構気に入っちゃったりして。最近黒い剣士っぷりが板についてきたんじゃない？うるせえ、そういうもんじゃねえよ。結構気に入っちゃったりして。カツ、援護は俺に任せとけ。こう見えても俺、エルフ次元流7段だぞ。なんだそりゃ。ま、ないよりマシか。化け物どもに妖刀ざっくり丸をお見舞いしてやる。さて、追っ始めるか。判決。異端査問委員会は被告を悪魔と契約を結ぶ忌まわしき邪教の徒と断定。よってここに死刑を宣告する。嘘よ、信じて。私は邪教徒なんかじゃない。信じて。ひどい。今月に入って何人目だ。邪教徒狩りと称して無実の人間を。伯爵は何を考えておられるのか。ガッツ、何とかしてあげられないの？やりてえならお前がやれよ。そんなこと俺にできるわけ。だったら黙ってな。力のねえやつは口先ばかりで何もできねえ。力のあるやつに従ってりゃいいんだ。ガッツ、この痛み、近くに奴らの仲間が。
町のどこかに住んでやがる。見つけ出して殺す。俺の親友は無実の罪で殺されたんだ。見つけたぞ、確保せよ。邪教徒に加担せし者とみなし投獄する。抵抗すれば命の保証はない。
たさ帰れ。頼まれずとも伯爵は俺がやってやる。おお、なんだぞ。何も聞いて。
様の限界だ。人であることを超越したこの私に勝てる道理はない。俺はためだけ貴様と同じように頭を砕くか心臓を潰すんだな、ダメくじ野郎。許さんぞ打ち投げ。ベヘリリト、この世界と重なるもう一つの世界との扉を開く鍵、5人のゴッドハンドを呼び出す鍵。よくできてるね。これどうやってゴッドハンドを呼び出すのさ。それを知ってりゃ苦労しねえよ。あ、待ってよ、どこへ行くのさ。奴の通りし足跡か。どうやら未だ強運には見放されてはいないようだが、しかしこの道は人の身で行くにはあまりにも過酷な夜の道。人として歩み続けることができるか、それとも。魔法の石で天使は力と引き換えに生贄を要求してくるんでしょ。じゃあ、あの使徒たちはみんな一番大切なものを生贄にしてきたのかな。それってなんか悲しいね。くっそ、体がガタガタだぜ。おいバック、臨分よこせ。もうしょうがないな、ガッツは。俺がいないと何もできないんだから。
毎晩毎晩ご苦労なことだ。殺した、いっぱい殺した。いつになったら届く。あとどれだけ資料どもを書き分けたら、あとどれだけ人どもを切り倒したら、どれだけ闇の中を這い回れば、あいつに。こら、何やってんだ。目覚ませ、死ぬぞ。バカ、気合い入れろ。フィッシングサス、フィッシングサス、さらに絶好調。おい、何やってんだ。刺す。感謝しろ、きつけの一発だ。てめえ、ふざけ。はあ、たぶん、てめえと力が抜ける。マジでやってんのがアホらしくなるぜ。いるよ、獣が。なるよ、化け物に。
なれよ。獣の化け物のふざけんじゃねえ。俺は俺だ。他の何でもありゃしねえ。俺は俺のまま、あいつまでたどり着いてみせる。俺様のおかげだな。俺様のおかげでお前は生き延びることができたな。この俺様のおかげで。まあ確かに薬箱代わりにはなるか。わかった、負けたよバック。そこはお前んちだ。好きにしてくれる。ねえ、今バックつった。ああ、言ったよ言った。もう長い付き合いで名前で呼ばれるの初めてだぞ。知るか。ついに追い詰めたぞ黒い剣士。敵復活、囲まれてるよ。我らは法王庁直属聖鉄作士団。奇跡認定局よりその方を法王庁に連行せよとの命を受け、ハセさんじだ。ハセさん、何？剣をしておとなしく投降するならばよし。さもなくば我らが神明にかけてその方を捕獲する。なんでだよ。俺は坊さんにしょっぴかれるような覚えはねえぞ。ねえことねえが、あんまし。説得力ゼロ。よく言う。貴様の血に染まったその姿は何だ。貴様の通った後に残る屍の山、その帰り路ではないのか。もはや語らぬ。これは真意である。全軍黒い剣士を捕らえよ。まじいじゃん、この体じゃどうすんの。すぐにやったところで変わるね。別名おぼっちゃま騎士団、戦未経験のボンボンの集まりなんですから。それでセルピコ殿はそこで何をしておられる。嫌だな、分かってるくせに。血を見るのが嫌いだから油断したんですよ。これが黒い剣士。間違いない、このまがまがしさ、目白く記せるし。
バルネーゼ様が。奴の息は上がってるぞ。今だ、捕らえろ。バルネーゼ様、黒い剣士を捕獲しました。ファルネーゼ様、撤収のご命令を。ああ、よし、全軍撤収。大神院に末席を連ねる者の義務として 2、3 簡単な尋問を執り行う。つくづく神様とかそういうのと相性はありんだな。貴様、何を笑うか。神を冒涜するがごとき剣道、二度は許さん。貴様の目的は何？ことによっては異端審問にかけることになるぞ。それが嫌なら素直に洗いざらい白状することだ。あんた、神や悪魔を信じているのか。会ったことはあるのか、神に。神はたやすくその奇跡をこの地上にお示しにはならない。神とは常に我が信仰とともに、この心とそして天に増しますものだ。絵に描いたような答えだな。修道院でお勉強したのが、昔そっくり同じこと言ってた貴族が町一つ丸焼きにしてたぜ。俺が言ってんのは、そんな中身すっからかんの置物みてえなクソの役にも立ちゃしねえ神様のことじゃねえよ。懺悔するだけ時間が無駄だ。悔い改める気ねえし、あんたに話したところで何一つ分かりゃしねえよ。貴様、貴様、製鉄作師団団長であるこの私の前で天に唾するがごとき剣道の数々、よくぞ申した。もはや容赦はせぬ。体中の皮が剥がれ落ちようと必ず口を割らせてみせる。我が信仰にかけて。あんた、かなり塗りがあるな。神だの団長だの、そんなもん振りかざしたところで人望ってやつはついてきやしねえぜ。俺に言わせりゃあなたは、あなたが崇めてるその疑問と同じ中身すっからかんだぜ。うわぁ、戻れ戻れ。ファルネーゼ様、一体何事ですか？何でもない。もうよいぞ。そのものを牢に戻せ。はっ、連れてけ。あんまりいじめないでください。うちの団長、ああ見えて結構かわいいところもあるんです。ほら、この鍵で脱出だ。よし、とっとと出せ。うん、ありがとうは。なんだよ、細けいこといちいち。親しき仲にも礼儀あり。てめえ、人の側に住み着いたからっていい気に。おい、ちょっと待て、こら。ありがとう。ございます、パック様は。ありがとうございます、バック様。あー、聞こえんの。ありがとうございます、バック様。しょうがないな、もうお世話の焼ける。ひねる、後で必ず。